機関車、トーマス、記者の絵本の登場キャラクターでは、レブランド・ウィルバート・オードリーと息子の、リチャード・クリストファー・オードリーが作り上げた、イギリスの架空の島蘇堂島を舞台に、そこの鉄道網で活躍する機関車や、自動車などとそれに関わる人々を描いた絵本、記者の絵本と、その映像化作品、機関車トーマスに登場するキャラクターについて記述する。ただし、一号機の主人公、 トーマス7号機のトビーは個別記事が存在するため、本校では紹介しない。原作絵本とテレビシリーズ双方に登場するキャラクターと原作絵本のみ、登場のキャラクター、テレビシリーズ独自のキャラクターの3形態がある。ノースウェスタン鉄道多国、ノースウェスタン鉄道多国基本的には、ソド道島の貨車と違って良識がある。ノースウェスタン鉄道メインランドノースウェスタン。 鉄道多国多国、ノースウェスタン鉄道多国第20シーズン、ライアンとデイジーの三日市商人が担当。グレートウェスタンデールウェイ第3シーズン、淡水車が欲しいハット CG では、グレートウェスタン流とダメダメ流第17シーズン、トーマス流で移行において、大西部鉄道流を誇りすぎたためにトーマスと折り合いがつかず、故障したハロルドを運んでいる最中に行く先々で、 トラブルを起こしたことがある。第3シーズン、ディーゼルが帰ってきた以降、全く絡みがない。第18シーズン、ダックとスリップコーチ最初はジェームスが引いていたが、衝突事故を起こしたため、再びダックが扱うようになった第2シーズン、第6から7シーズンにおいての出来事。ただし、第10シーズンの挿入歌に登場。AB 長編第12作と、 小編第14作のみ歌手が担当。第2シーズン、トーマス朝ごはんにお邪魔と第4シーズン、トーマスと特別な手紙のみ、佐藤祐希が担当。ですはまたは、デスカイナ、等のような喋り方。第3シーズンでは、ドナルドの出番が多かったが、第4シーズンでは、ダグラスの出番が多かった模様。ただし、第8シーズンではナレーションでのみ登場し、 偉大なエドワードでは急勾配を登るエドワードを応援しているシーンが作られたが、そのシーンは話の差しの都合もありカットされ、ごく一部だけが挿入歌の映像に使われた。TV シリーズには未登場。長編第11作では、彼がパワーショベルに化けたのかとマリオンに勘違いされた。AB 長編第12作のみ、吉岡桜が代役で担当。 テレビ版では番号なしで登場しているにもかかわらず、初登場時は原作同様、彼らの機関紙が名札と番号札を外せと指示を出していた。第17シーズン以降はロゴが暗い配色に変わっているため、さらに見分けがつきにくくなっている。第3シーズン、赤花のジェームスだが、ビルも貨車を突き落とそうとして、自分も落ちた時に壊れたことがある。 原作のウィルバーとそっくりな配色だった。原作では、ステップニーが第18巻、オリバーが第23巻登場。第5シーズン、迷子になったステップニー同時に、ロージーの不注意でトラブルに見舞われてしまったなお、原作、長編第12作ともに、言語版では、 どちらが兄かは明言されていないが、長編第12作の日本語版や日本で出版された、長編第12作関連書籍では、フライング・スコッツマンが兄となっている。原作当時のイギリス国鉄では、本線上の球炭、給水設備が、ディーゼル機関車への置き換えに伴い撤去されたため、水、石炭の補給回数を補うためのもの、実機では、後の時代に取り外され、 一台に戻っている。原作の時点では装備していない。後の時代20機に追加されたもの。ハット後の研究で実際は少し時速100マイルに足りなかったことがわかっている。英語で名詞、有名人を意味する理由は、ゴードンだけはその輪に参加せずに焼き餅を焼いていたため、脱線シーンは円形のみなので別の機関車の可能性もあり。人形劇では、 新しい機関車を用意できないため、代わりに、既存のキャラクターを総動員していた。差し絵を、ダルビーが引き継ぎ時に描き直した際描き加えられた、という説があるが、初代画家のミドルトンの絵から彼らは存在する。第20シーズン、張り切りすぎた、ジェームスのみ、川本国広、長編第12作のみ歌手が代役で担当。第17シーズン、静かなスタフォードで判明するが、 自分が蒸気機関車になりすましたときに、マッコールさんの羊たちを驚かせてしまったことがある。マテルテレビジョンアンウンセス、トーマスフレンズ、オールエンジンズゴー＆アンベイルズニュークリエイティブ、アプローチ数、トーマスコンテントハットムービータマス10分のツイート、ツイッター実機も1955年に当時、世界最速となる時速 331km を記録している。 この記録は1981年に TGV に破られるまで鉄道の世界最速記録であった。第23シリーズ、偉そうなグスタボ・ハット TV シリーズ登場車両の実機比較であれば、実はエティエンヌ・フランス国鉄 b p 9 0 0九9 0 0 4の方が速い時速 331km。霊軽新幹線は時速 200km 前半台である。 もちろん、電車、営業運転下という条件であれば、検事が、最速である。JR 各社が、商標登録している関係で、公式媒体では、新幹線という名称は使われていない。長編第12作の未歌手が、第21シーズンのみ、田所明向きが担当。第17シーズン、素道とを守る消防車大々色に少しだけ近い。第八シーズンの、 トーマスとチューバでは、この設定を活かし、チューバ走者が乗り遅れたのを違うコンパートメントに、乗っていた他のバンド仲間が降りる駅で、初めて気がつく描写がある。4巻の、トーマスの魚釣りで橋を渡るシーンなど。高畑清俗イギリスの鉄道の話生山道、書店、2005年、ISBN4 から425961013、P148 から149。 高畑清イギリスの鉄道の話西文道書店、平成16年、ISBN4 から425960610、P92。第1シーズン、ジェームスの過ち、サムソンが、ゴードンの急行列車を持って行ってしまったため、早すぎよ遅すぎよ、トーマスと緊急事態より、その後、ソドー整備工場のビクターによって修理され、復帰した。ただし、 第一シーズンでは一度だけ喋っていた。原作第四十一巻、トーマスビクトリア一話目の最後の差し絵でも顔があることが確認できる長編十作では、最初からこの形で登場している。原作では、茶色も存在。青い急行客車は原作のみの登場であったが、長編第八作からアニメ版に登場。また、大々の急行客車も原作のみの登場。 しかし、ゴーオードンが赤の急行客車を引いているシーンがあるので赤も急行に使えるようであり、ジェームスやダックらなどが緑の急行客車を引いているので緑も急行以外の列車に使えるようである。また、ディーゼル機関車のシドニーが初めて牽引しているシドニーシングス。第5シーズン、めでたしめでたし第18シーズン、ダックとスリップコーチ。作中でも、 ジェームスやコナーは切り離しに失敗している。第21シーズン、ハンナは早いのが好き第22シーズン、一番の機関車、第22シーズン、オーストラリアのトーマス、サイクロントーマス、カンガルークリスマス日本語版では、第23シーズン、オペラって難しいの、歌唱シーンで流用されている。原作で、一番態度が悪いのは砂利を運ぶ歌車である、という記述がある。砂利は、 基本的に無害者が運ぶことが多いため、機関車たちのように目は動かない。ごく稀に初期の顔をした貨車も登場した。ディーゼルが初めてやってきた時だけ、彼が吹き込んだ悪口をヘンリーとゴードンとジェームスに伝えてダックを孤立させたため、事実上協力したことになる。第20シーズン。 ブラッドフォードって厳しい彼の名前の由来は、ヘブンリー・エンジニアード・コール・トラック・オン・レールズから。AB 長編第14作では、歌唱部分の未風雅な音が担当。第22シーズン、歌詞を止める技、ラジブの妄想内のみ。最近は、ダグラスの双子であるドナルドとも仲良くなったらしい。ただしダックや、機関士等にも相談はしている。第3シーズン、ちょっと違うよ、オリバー当時は、 顔はついていなかった。トードの冒険、ゲーターとトードより、この時初めて起こる。みんなの代表第十七シーズン以降は彼だけでなく、フリンもその車庫に入るようになった。この話では、彼にとって初めての主役会でもあった。AB 長編第十四作の未歌手が代役で担当。本編では、唯一終始笑っていなかったキャラクターである。米国版では、 ジョーミルズの予定だった。一部同じセットを使って撮影していた。第21シーズン、クランキーの災難までは顔がなかったが、同シーズンの新しいクレーンのカーリーからは顔がついた。だが、長編第7作でトーマスを乗せた時はすごくきつそうな表情だった。ありがとうございます。